今日も海外検証の時間だよーん。まずはこの方の動画から。この動画によると、トロッコで飛べるらしい。はぁ、なんかぐるぐる回っているぜ。回りすぎ。しばらく回転し続けると、めっちゃ飛んでいく。おわぁ。回路とかようわからんからそこら辺は適当に頼むぜ。はぁ、検証が始まる前にチャンネル登録だー。しなかったら、鼻くそつけてやる。汚い。っていうのは半分冗談。半分。600人くらい増えてくれると嬉しいぜ。すでに登録している人は高評価を押してね。はい、検証開始。っていうか TNG 検証じゃなーい。それはうちも思ったの。珍しいにも程があるの。明日は雪が降るかもしれないの。村人さんが回っております。やべー。飛んでいったー？飛びすぎなのー。そういえば今日の目標は？いや切り替えよ。今日は11個中10個成功が目標だ。多すぎなんだよなー。目標に到達したら俺が、到達しなかったら買い物が罰ゲームだ。罰ゲームはあまたのクリーパーと乱闘。危険すぎでしょう。っていうか TNT がないからそこで火薬要素が出てくるのね。違うが？違うんかい。せっかくだからもう一回やってみるね。せっかくだから？とうとう買い物もサイコパスに？まさか、今度は自分で飛ぶんだよ。余計危ないの。うわぁ、回ってるー。ぬおーん、僕の体耐えろー。飛んだー。いやー、自分で飛んでおいて叫ぶな。アホタレが。そこまで言う？着地。落下ダメージがないのが意外なの。本当にねー。それでは結論、動画の通りになったの。正直できないと思ってたの。僕にかかればできるんだよー。トリマ成功でよし。次はこの方の動画から。この動画によると、小さくなればどこでも通り抜けられるらしい。はぁ、小さくなるプレイヤー、鉄の扉の隙間に入ろうとするが通れない。金床とブロックの隙間は通れる。うん。フレームとブロックの間は通れる。ほんほん。ランタンの鎖の部分は通れる。はい。スポナーの隙間は通れない。ほえー。ピストンの隙間は通れるぜ。うんうん。スケルトンの頭は、通れないんだな。ほえー。この海外の動画が本当か検証だ。コマンドで小さくなります。いよっと。切り替えもんなの。あ、ここから画面酔い注意っす。小さくても動きは等身大のままなんだよね。アントマンじゃん。じゃあ早速検証してくれ。ウェイ、もう準備できているよ。移動速度早。小さくなっても挙動は等身大ってさっき言ったの。でもこうやってみると改めてビビりますよ。ちょ、位置の調整がむずい。これはなかなか大変そうだな。でもこれは通らなさそう。だな。次に行っていいぞ。はい、金床とブロックの隙間は、オッケー。普通の体じゃ通れないな。本当なの。次はエンドポータルフレームの隙間。ちょ、頭が引っかかる。ちょ、ここも調整難しいんだけど。頑張れ。これフレームの上に乗ってブロックを置けばいいんじゃ。ほらね。オッケー。次はランタンです。なんとか一回で行きたい。く、そうはいかないか。でもランタンの鎖の部分って、多分当たり判定ないんじゃ。そうみたい。じゃあこれは、OK。スポナーの隙間は、入れません。OK。入れないのに OK っていうのもちょっと変な気がするが、あ、ピストンの隙間も通れたよ。OK。スケルトンの頭は入れるのかな？見えない何かにぶつかっています。OK。それでは結論、動画の通りになったの。豆知識として覚えておくの。ちょっと大変だったけど成功したからよし。うんち。次はこの方の動画から、この動画によると、村人はネザーでも眠れるらしい。え？最初はなんかいろいろ検証しているが、これは関係ありません。はぁ？ネザーポータルをくぐるプレイヤー、すでにベッドと村人がいて、眠ってしまう。なんで？この海外の動画が本当か検証だ。ネザーゲートに、突入。こうやって見ると新しいバケモンみたいだな。バケモンじゃなくて買い物です。で、ネザーには村人さんたちが待機しています。なんでそこにいるの？では村人さん、灼熱で火や溶岩が飛び交う危険地帯で寝てください。寝れるわけがない。夜にしたか？してない。ボンミス。はい、夜になりました。さあさあ村人は寝るのか？気になるの。ポン。おー。そんなに喜ぶほど？なんで爆発しないんだー？そっち？結論、村人ならネザーでも寝れるの。不思議。これで3つ成功は嬉しいね。爆発な。次はこの方の動画から。この動画によると、仕事をしないらしい。え？例の物にトライデントを落とすと爆発しない。次はボートを落とすのだが、爆発しない。トロッコを落とすと、爆発しない。砂ブロックを落とすと、爆発しない。ドス黒い卵を落とすと、爆発しない。砂利ブロックを落とすと、爆発しない。鍾乳石もダメ。金床を落とすと、これも爆発しない。でも矢は爆発する。ほげほげ。エンドクリスタルよ。仕事せい。ではまず槍から、トライデントだって。爆発しないの。爆発しないかすごい怖い。ではボートは？大丈夫なの。じゃあ鉄でできたトロッコ。大丈夫。砂ブロックはどうかな。おい待て、エンドクリスタル置いてねえじゃん。水野戦忘れてやした。やり直します。
埋まるだけなの。ではでは金床を落とします。おわあ、ヌアーにやってんだかいもーん。やり直します。ドス黒い卵、大丈夫です。続いては鍾乳石、これも大丈夫です。では金床、カンカン言っているけど無事です。そしてや、見事に大爆発しました。大爆発どころじゃない爆破だったぞ。A 結論、動画の通りになったの。闇は気をつけるの。4個目の成功だよーん。この調子。次はコメントコーナー。この動画に寄せられたコメントを検証だ。ウィザスケの頭を超効率的に集めるあの検証だね。そうそう、それが統合版でできるとのことだ。こうやって見るとウィザスケがうじゃうじゃしてて気持ち悪いの。ねえ、まずは停電クリーパーを作ります。停電クリーパーって何？停電クリーパーなの。爆弾投下。物騒だけど間違っちゃいないの。ここから怖いところです。サバイバル状態の僕が直接近づいて爆破させます。この前はコテンパンにされたから気をつけるの。まあボコられた方が面白いけどな。爆発するぞー。ど、どうだ？うおうおう、イザスケの生首が大量に。せ、石炭の間違いじゃないか？そんなことないって。すごい、こんな大量に出てくるなんて。全部拾って数を数えるの。丘の下、さて何個あるのか。45個もあるよー。結論、統合版だとできる。これはすごいね。もしかしたら他のモブでもできるかも。みんなやってみてー。次はこの方の動画から。この動画によると、意味のない動力が作れるらしい。まず地面の中にピストンを設置。その隣に感圧板。踏んだ瞬間起動するぜ。踏む。次に感圧板にレッドストーンだぜ。はいはい。その先にはレッドストーンランプだ。ほうほう。プレイヤーは空中から、絶妙な位置にダイヤモンドを落とすぜ。あれ？そしたら装置がなんかおかしなことになる。ピストンが動いたり止まったりするぜ。ほげほげー。この海外の動画が本当か検証だ。すんごい地味な検証来たこれ。地味とか言うな。検証すべて TNT にするぞ。やめてください、死んでしまいます。まずは、ピストンを埋めなきゃいけないんだった。そうだぞー。横に感圧板を置いて、レッドストーンを巻いていきます。そんでレッドストーンランプだね。で、何かアイテムを落とせばいいんだね。ダイヤじゃなくてもいいぞー。落とした場所が悪いな。もうちょい右だね。ボーイ、どうだ？お、これは？動いているよ。うほほい、なんだこれ。すんごい無駄な装置。無駄なことでこんなに喜んでいるなんて。結論、動画の通りになったの。作っても意味ないの。無駄だとしても成功したからよし。まだまだ行くぞー。次はこの方の動画から。この動画によると、トロッコはガタガタうるさいらしい。まずパワードレールを設置。次にディテクターレール。はいはい。次に普通のレール、そんでアクティベーターレール。それぞれ起動させていくぞ。はいはい。それらにトロッコを乗せていくぞ。まあ、置いたところで何も起こらないんだけどな。まあね。でもアクティベーターレールだと、なぜかガクガクする。もう止めどなくガタガタ動き続ける。この海外の動画が本当か検証だ。僕の血液型はクワ型、好きな時間帯は朝型、好きな形は三日月型、研究所は爆発でガッタガタ。うるさいね。奥歯ガタガタ言わせたろうか。二人ともガタガタうるさいの。普通のレールは大丈夫。パワードレールは大丈夫だね。次はディテクターレール、大丈夫だね。アクティベーターレール、なんでガタガタするの？不思議。もっと置いてみるね。ぬわー、気持ち悪い。これはもうガタガタどころの騒ぎじゃない。なんていうか、その気持ち悪いです。今言ったでしょそれ。ちょっとこれ動かしたらどうなるか試してみたい。大丈夫なの？物は試しだって。そう、俺、あれ、どこ行くの？なんだこれ、おかしくなったぞ。止まらないよ。あとこれをと押さえているけど、めちゃくちゃバカうるせいです。鼓膜なくなる。結論、動画の通りになったの。でも、それ以上の結果になったの。まあこれは成功でいいでしょう。うわぁ。次はこの方の動画から。今日クラジャーン。この動画によると、俺たちの知らないぶっ飛んだ技があるらしい。ほげー。まず TNT を設置。そんで着火。そして、上から金床を落とす。金床の行方は誰も知らない。この海外の動画が本当か検証だ。とりあえず同じ装置は作ったよ。もう早速検証しちゃう。それでは、着火。さあ金床を落とせー。何やってんだお前は。あたふたしちゃった。作り直すところまでカットなの。作り直しました。治ってないの。まあ応急措置ってことで行きまーす。今だ。さあどうなるかな。そもそも落ちてこねえ。今度こそ大丈夫だから見てて。着火してー。ピストン発動。いけー。飛べー。
飛びませんでした。結論、無理なの。結構ぐだっちゃったの。ごめんなさい。次は頑張りますので、今日くらは無理だけど。次はこの方の動画から。この動画によると、トランポリンが作れるらしい。ほえー、まず木材を置いていって、指定の場所にディスペンサーだぜ。中にはウィンドチャージ。客側も同じことをしていくぞ。はいはい。次にトリップワイヤー、く、糸を垂らしていく。あとは周囲を装飾していって、トランポリンの完成だ。おお、これで遊んでみたいから作って。作ってって人任せだな。すまんすまん。作れ、命令にすればいいってわけじゃないよ。まあいいさ。僕の手にかかればちょちょいのちょいだよん。頼むぜ。てかトランポリンだったらさ、スライムブロックの方が効率的じゃない？そうかもしれんが、ウィンドチャージだと気持ちいいかもしれんぞ。そういう問題なの？いやわかんないっす。わからないのかい。トリップワイヤー、服をかけて、糸を垂らしていけばもう完成だね。この際だから装飾は簡単でいいぞ。どうせ仕組みには関係ないだろうし。いいの？じゃあそうするね。はい完成。じゃあ試していくよ。さあ検証結果は？いよっと。わお。何これすごい楽しい。結構高いなこや。楽しい。でも思ったけどさ。なんだ？サバイバルでやったら落下死しちゃうかも。まあいいの。結論、動画の通りになったの。みんなもやってみるといいの。これ今回目標達成できるね。そう感じる。次はこの方の動画から。この動画によると、無駄な技があるらしい。また？ダイヤブロックを 3×3 で置き、ビーコンだ。周りを石ブロックで囲っていくぞ。ここまでやったら溶岩をぶち込む。するとビーコンの光は止まる。へぇ、溶岩を取り除いて、大釜を置いてそこに溶岩をぶち込むと、なぜか光は出たまま。この海外の動画が本当か検証だ。使えるのか使えないのかわかんない検証だねこれ。多分使えないだろ。断言しちゃうのね。ビーコン起動。無法やっぱりビーコンはたまりませんな。ビーコンって気分が良くなる効果でもあったっけ？多分ないの。これを埋めればいいんだね。ちょっとカッコつけた置き方すな。バレちった。では溶岩をぶち込みます。動画によればこれでビーコンが消えるはずなんだが。消えたね。多分溶岩は不透過ブロックと同じ扱いなのね。じゃあ次は大釜で試してみようか。あいあいさあ、大釜ポン。そして中には溶岩。あ、そうね。タイムラグがあるかもしれんが。消えないね。やったー。そんなに喜ぶほどか。結論、動画の通りになったの。地味なの。あと一個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 。うるせえ。次はこの方の動画から。この動画によると、なんか変な現象があるらしい。ほうほう。まずエンドポータルを作成。仮ブロックを取り除いて、次はネザーゲートを作っていくぜ。ふむふむ。エンドポータルの輪に通すようにな。ネザーゲートを完全に立てる前に、エンドポータルを開通させておくぜ。はいはい。完全に開通させる前に、ネザーゲートを完全に立てよう。はい。ここでエンドポータル開通。このままだとネザーゲートは開通しない。だからポータルとフレームの一部を削除。そして火をつけると、エンドネザーポータルの完成。この海外の動画が本当か検証だ。エンドネザーポータルなんてできたらどこに行っちゃうの？あのよ、そんなの嫌だ。この検証やめていい？開門、アサギの言っていることは冗談なの。まあでもエンドはあの世みたいなもんじゃないですか。そうかな。エンドポータルオーケー。ネザーゲートは開通させない。目玉はめていきます。怖い言い方するな。間違っていないけど。はい、エンドポータル開通。問題はここからだね。ここら辺を壊してっと。ここも一旦壊して、ここのポータルを壊し、着火。おーおーおー、すげー。エンドネザーポータルが完成した。でも厳密に言えばこの二つのポータルは重なっていないの。そういうことになりますね。結論、動画の通りになったの。まあ何かに使えるってわけではないの。これで成功数が10個になったよ。ってことは今回の罰ゲームはアサギなの。いやかー。そう、最近罰ゲーム多いぜ畜生。溶岩ボートの時みたいに成功してやらー。博士頑張って。おっしゃこいやー。こっちには盾があるからなこの野郎。おお、一気に死んだ。なるほど、爆破でまとめて倒せば一網打尽にできるぜ。この調子なら死ぬまでに倒せるぞ。あとは盾が持ちこたえてくれるかどうかだ。野郎ども、このアサギが相手になってやるぜ。マイクラを愛し、マイクラに愛された男を、そしていずれは局長の座につく男を。え、俺たちの戦いはここ。